らっしゃいませ、いらっしゃいませ。今日は、ジレのスタジオにいます。はい。とりあえず、まず皆さん、皆様のおかげでもう4000人突破しました。ありがとうございます。嬉しい嬉しい嬉しい。というわけで今週はザ・ウィークを開催したいと思います。ザ・ウィークってどういうことっていうと、大切、今日はシトル系、何でしたっけ、シトル系なんちゃらちょっと見ていきたいと思います。初めてひょうぎん族の、またさんまさんとたけしさんかな、出てくるかな。でそれを見て、でまた明日は阿弥陀ババで、その次は、志村けんさんと時計直子さんのコントで、その次は陣内さんのコントで、その次はまた土曜日かな、皆様のおすすめのコントも見ていきますので、ぜひぜひぜひ今週ずっと遊びに来てくださいね。お待ちしております。 OK。 では早速なんですが、見ましょう。見よ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 、もうワクワクだよこれ。俺の名前を知っとけのけ、最低の男って知っとけのけ、赤だして30知っとけのけ、赤だ知っとけのけ、あたしたい知っとけよめ、知っとけよめ、妖怪人間知っとけ、ヤッホ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 ッ。たけちゃんも見たかお前、あのすごかったねお前。おい、なんだ知っとるよお前、何よお前な、俺な、あの15秒間でこれがな何回できるぞ、ちょっとお前やってみろ、ちょっと15秒いくぞ、よーいスタート。さよならさよならさよなら。懐かしいなこの野郎、お前ララビー牧場見てたなこの野郎、田舎で。そうだ、お前が見たら再放送だろバカ。お前な最近痩せた痩せた言うとるけどな、足は短いな。足の方が短いじゃないかお前足。じゃこれ入ってるから、ここつけて、こまねち。やったな。そこで、そこで出たから、こまねち。お前が言ってるだけだから。お前体硬いだろ、もう。柔らかいよ。硬、うん、いよ、お前は。ナマコ男ってやれてんだから。どんな男だよ、お前。お前な、そしたらお前、この両手後ろまで背中の真ん中、つくか、こうして、俺みたいに、こう背中の真ん中、こうして、つくか、これつかないだろ、つか、あかん、もうちょっと上だ、もうちょっと、つかない、つかない、つかない、ついたもん、見てみろ、お前、ブラジャー外して。お前のマンション来た女か、この野郎。お前よ、よくそういうこと分かるな、お前は、女の仕草が。相当苦労してるな。こんな形はお前部屋で女と二人きりなきゃ分かんないよお前。何言ってんだよお前。お前硬い。そこからまあダメだ。お前ほんだらあの腕組みしてな。腕組みして腰がどれぐらいまで回る？腕組みして。ここまで回るか？腕組みして。見ちゃいや。これマリリンボンの顔。このお前この中指でよ。この人差し指でこうしてよ。両方してみろお前。それからお前ここそこから見てみろ。俺の手これ5本に見えるね。ウィーウィーお母ちゃんウィーウィー。そういうことね。お前楽しいかそんなに。俺に食わない。お前俺に食わないとお前解決しない。なんだそれ、どんな攻撃なんだそれが。俺を楽しませてどうすんだよお前が。相手をいい子いい子に対して攻撃かそれがこの野郎。この顔だぞ俺は。なんで俺この顔だよ。お前な。持って音鳴らすんだ。このパンを食べられるか、口の中入れるんだ、こうしてパッ、うん、あっぱれ。食べろこの野郎。お前この人差し指音鳴らすことできた。全部アドリブ、人差し指こうやって1本でこうして音こうしたら音鳴るんだ、タイムショック。本当にタイムショック、タイムショックじゃないかお前。なんだよお前、あの野球のオーバーソロだ。お前野球詳しいんだろ、お前詳しいよ。詳しいんだろ、詳しいよ。お前アンダーソロって知っとるけ？ちょっとアンダーソロちょっと見せてくれ。トラベルチャンス。うるせえな、やろうってね。なんで俺クイズの司会者を私やらなきゃいけないんだよ。俺は細いだろ。しかしお前、肩の筋肉があるの知っとるけど、肩の筋肉。
ちょっと触ってみろよ。自衛隊入りませんか。俺はなんで、俺浅草に歩いてる人だ。これでお前手の匂いをこれ炙って自分で嗅いでみろ。入りません入りません。繋がってるのかそういうの。俺はパントマイムの、俺はなんだ、人形かこの野郎。おい、そしたらちょっと待て。お前の手長いかどれだけ長いか試してやる。30センチ離れてた。こっちの方に手を回せるか。たけちゃん。横沢だお前は。手帳見せようか、手帳。手帳で六本木の女紹介しようか、これやろう。バカ者。お前は今横沢さんをやったのよ。たけちゃん。なんだこのシダの作り方。いや、酔うよ。酔ったら解放してね。やだって。でも一つだけ約束して。何？何もしないって。やっと知ってるけどね。なんだよ。俺はな、今何に凝っとるか知ってるけ。何凝ってる。催眠術に凝ってるんだろうね。催眠術。催眠術。だいたい変なことしようって言うんだろ。先がダメなもんだからこと催眠術って変なことしようって言うんだろ。怪しいな。生きるんだそういうやつが。バカ野郎、生きてるスクリュードライバーみたいな。おもろい。皆さんのおすすめありがとうございました。知っとるけど攻撃って面白いな。あれじゃね、今これを見てさすがにすごい、あのさんまさんの想像力がやばない。これ全部アドリブかな？どう思います皆さん。アドリブっぽいけど、どうかな？さすが天才やね。ねえ、あれは個人的に使いたいのが一つあるんだよ。あのこれここの肩触ってってやつね、ここってて、もうね、どうするのって言ってね、たけちゃんです。うわー、使ってみたいなそれ。あ、いいじゃんいいじゃん。あの前言ってた企画で、あのそうマネージャーさんにドッキリかけるっていう企画があるんだけど、こういうのも面白いんじゃないかなと思って、ちょっとこの動画を使って、このネタね使って実際にやってみたらどうなるかなと思って、ちょっと実験したいのもあるけど、どう思います皆さん、ぜひぜひコメント欄に書いてってください。それかまあいいアイデアがあればぜひぜひぜひ書いてってくださいね。そう、アイデア募集。うんうんうん。どんなドキリがいいかってぜひぜひ書いてってください。そしてまたおすすめお待ちしております。で皆さんありがとうございました。いつも見てくれてありがとうございます。で、今週ぜひぜひぜひ遊びに来てください。また今週のコンテンツ盛りだくさんなので、ぜひご期待ください。はい。皆さんありがとうございました。さよなら。バイバイ。